久喜修造久喜修造は日本の哲学者、京都大学教授。出身は東京府東京市、東京帝国大学文科大学哲学科卒業、京都帝国大学文学博士。実存哲学の新展開を試み、日本固有の精神構造あるいは美意識を分析した。日本文化を分析した著書、生の構造で知られる。父は明治を代表する。 文部官僚で男爵の茎隆一。祖先は茎水軍を率いた戦国武将の茎吉高。母の茎初子は修造を妊娠中に、岡倉覚蔵と恋に落ち、隆一と別居するという事態となった。海の父、隆一、精神上の父、岡倉、そして失われた母という、この三人の狭間で幼少期、青年期の修造は成長していくこととなり、それは、 後の精神形成にも大きな影響を与えることとなったと考えられる。クキは子供の頃訪ねてくる岡倉を父親と考えたこともあったと記している。1904年に東京高等支配学校付属中学校卒業。第一高等学校読法科に進むも門下に転じる。東京帝国大学文科大学哲学科では、 ラファエル・フォン・ケーベルに指示した。東京大学哲学科卒業後、ヨーロッパ諸国へ足掛け8年間留学する。はじめドイツに渡り、新ント派のハイン・リヒ・ジッケルトに指示するが、それでは満たされず、後、フランスに渡り、アンリ・リベルクソンと面識を得るなどし、その哲学から強い影響を受ける。と同時に遊興にも走った。その後再び、ドイツに留学すると、今度は、 マルティン・ハイデッカーなどから現象学を学んだ。茎は、三木清志や和辻哲郎などと共に、日本でハイデッカーの哲学を授業した最初の世代にあたり、実存といった哲学用語の訳語の定着をはじめとして、日本におけるハイデッカー授業において果たした役割は少なからぬものがあると言える。また、ハイデッカーの方も茎を高く評価している。 1929年に帰国してから1941年に没するまで、京都帝国大学文学部哲学科で、デカルト、ベルクソンをはじめとするフランス哲学や近世哲学史、現象学を中心とした、当時の現代哲学などを教えた。1929年に、京都帝国大学講師に就任、1932年に、博士論文、偶然性を提出し、 京都帝国大学文学博士の学位を取得、そして1933年助教授となり、1935年から西洋近世哲学史講座の教授となった。ヨーロッパの長期滞在の中で帰って、日本の美と文化に惹かれていく自分に気づいていったくきは、パリで後に、行の構造として発行される装甲を完成。帰国後、その装甲を手直しし、ハイデッカーから受け、 育んだ洞察を生かして、息とは、赤抜けして、蝶のある、色っぽさの言葉のある、息の構造を発表した。これは、日本の江戸時代の遊郭における、美意識である、息を、現象学という西洋の哲学の手法で把握しようと、試みた論文で、これを考察の対象にしたということだけで当時は、驚きをもって迎えられた。は年に、膜炎で死去し、 京都の法下人で、谷崎潤一郎や内藤子南んだと共に眠っている。墓石の記号は、同僚の西田太郎によるもので、側面には西田が、翻訳もいった、ゲーテの、さすらい人の夜の歌の一節が刻まれている。茎の遺構と蔵書は、親友の天野帝友に託され、現在は、江南大学図書館に、茎収蔵文庫として保存されている。 京都大学大学院文学研究科の思想家紹介において、茎の哲学は二元性という言葉によって説明されている。茎の哲学は二元性という特徴を持つ。まず、西洋と日本との伝統の間での二元性。この問題は一気の構造へと結実していく。さらに、偶然性と必然性あるいは自己と他者の二元性。 この問題から結実するのが、主張、偶然性の問題である。そこには、この世に偶然生まれ落ちた、この私の個体性と実存への眼差しと、論理では語り尽くせない、この私のあり方をいかがに語り出すのか、という問いがある。それゆえ、西洋哲学の根幹に損するイデア中心主義に、対して、 論理からこぼれ落ちる偶然性を取り上げた茎の哲学は徹底して個体にこだわる実存哲学であった。さらに、自己と他者の独立の二元の開雇から偶然性と個体性を語る茎哲学は現代哲学における才という観点とも響き合い、現在注目を集めている。京都大学大学院文学研究科、文学部思想科紹介、茎修造主な著作は、 偶然性の問題、息の構造、人間と実存など、京都大学の思想科紹介においては、人間と実存収録の哲学試験が、その入門書として推薦されている。ありがとうございます。